完璧どうも、リュウジのおじさん、ピューン。今回はささみを使ったですね、チキンカツをやっていきたいと思います。ささみのカツってチーズ挟むっていうのがあると思うんですけども、今回はね、チーズを挟むんじゃありません。バターを挟みます。今回はこのチーズではなくバターを挟み込んだ最高のチーズ、ささみで作るチキンカツ。これね、チキンキエフっていう料理を本当にしてますね。マジです。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。鶏ささみ肉4つでございます。大きめの、なんていうか大体ね 250g ぐらいね、4枚で。卵1個、ブルー 25g、 ニンニクが1個でございます。あとはまあなんかそういうものにベビーリーフがあったらいいです。今回はチキンにバターを巻き込んだカツでございます。そんなうまいに決まってるじゃんっていうことですね。僕もがバターを巻き込むんだったら、僕も何かを巻き込みながらやっていただいたらいいと思うんですよね。今回はこれを巻き込んでいきたいと思います。ビュー、いただきます。あー、キュアハイボール。じゃあやっていい。じゃあまずね、このニンニクは皮を剥いて、あとですりおろしますんで、皮だけ剥いてる、これね、この皮だけ剥いておいてください。で、この間にバターを、20秒ぐらいでレンチンして、柔らかくするんですね。で、そしたらここにささみ肉をここに置いといて、置いてってください。で、こんな感じになるんです。で、ラップを引きます。バターはね、いい感じでとろけてますね。はい、こんな感じですよ。はい、溶け、もう全部溶けないぐらいですからね、これね。そしたらこいつ、まあまあ手頃なウイスキーの瓶があると思うんで、どのご家庭にも。これで、はい、こんな感じでですね、ギタギタにしてください。これからね、バターを包んでいくんですけども、包みやすく平べったくなりますし、柔らかくなります。グラスのこういうところでもいいですよ。こうやってガン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 ね、グラスの腹で殴っていただいてもいいんで、ない方は肉立て買ってください。はい、こんな感じ。そしたらね、これはこのまま置いといて、バターを作っていきます。これはですね、チキンキエフっていうですね、ウクライナ料理を元にしておりますので、このガーリックバターを鶏肉に巻き込んで揚げるっていう料理なんです。これね、うまいのよ。世の中のね、人みんな好きだと思う、これ。で、ここに塩コショウ、塩コショウして、はい。で、このパセリ、パセリもね、生のがあればこしたことないんですけども、ないならこういう乾燥パセリですから、はい。これ彩りにもなるんで、言ってくださいね。そしたら、これをねるねるねるねしていきます。これでね、非常に美味しいガーリックバターになりますので、ね、よーく練れましたね。はい、練り練り練り練れましたら、今度はささみにちょっとね、強めに塩します。で、今回のカツはですね、ソースとかつけないんですよ。ガーリックバターと塩コショウの味だけ食べるんで、ちょっとね、厚めにやっていただいた方がいいと思う。ほら、筋はね、取んなくていい。食べてる時にあんま気にならないんで、どうしても気になる方は取ってもいいんですけど、僕取んないでいいと思います。はい、ね、こんな感じでね。はい、そしたら今度はここにバターを乗っけていきます。こうやって、このバター、本場だとね、胸肉を使ってやるんですよね。僕はささみ肉、どっちかというと巻き始めのところからやってった方がとろっと、巻き始めがね、こっちの方がいいや、薄い先っぽの方から巻き始めると、いいと思います。なんでかっていうとね、巻き始めが中心になるので、中心のお肉のが薄い方が火の通りが良くなるから、こんな感じで置いてください。で、そしたらもうこっからこうやって巻いちゃうね、から巻いてっちゃう。くるくるくるっと、ほら、かわいい、あら、かわいい、くる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 っていう感じでね。本来はこれ鶏の胸肉でやるんですけども、胸肉だとね、開くのも大変だし、揚げるのもね、結構大変なんです。なんでささみを薄っぺたくして丸めるやり方が一番簡単だと私。そしてここでですね、薄力粉、この衣がつくようにこんな感じでね、小麦粉をはたきます。はい、僕はなんかこのサラサラタイプ使ってますけども、普通の小麦粉でも全然平気ですからね。まんべんなくこう振りかけてください。
はい、じゃあ全体が、こんな感じになりましたら次あの衣作っていきます。あ、卵1個、はい、これバッター液って呼ばれてるやつですね。でここに小麦、さっきとはちょっと違うタイプの薄力粉ですけども、まあ薄力粉には変わりがないので大さじ4杯入れます。で、ここにお水大さじ2杯。でこれね、今卵に薄力粉と水入れました。でこれを混ぜていきます。普通は薄力粉、卵、パン粉だけでいいんですけども、これをやることによってこういうね、卵が粘度を保ってよりね衣が厚く剥がれにくくなるんですね。こんな感じね、ちょっとホットケーキチックな感じ。さっきのこのささみね、となってこれをちょっと落として、でここに乗っけると。でこれをやっていきましょう。つけて、でここにこんな感じでね、衣を厚くつけていきますね。パン粉ですね。はい、いい感じ。はい、こんな感じですかね。じゃあこんな感じでまんべんなく、パン粉がつきましたらここから揚げていきます。でサラダ油、まあ鍋底1センチぐらいですね、入れてください。で中火にやっておきます。で今回はちょっと厚めのお肉をね揚げていくんで、あんまり温度が高いと外だけ焦げて中が生焼け、生ハゲっていうことになりがちなんで、中火から中弱火ぐらいな感じ、まあ中火です。とりあえずチキンカツをね、ちょっと温まった油でね、はい、こんな感じですね。で、じっくり揚げていきます。これはね、ちょっとじっくり揚げないと中にね、中のね、お肉まで浸透しないんですよ。なんでこの状態で、まあひっくり返しながら、だいたいどれぐらいかな、7、8分は揚げていきますね。あとはね、全体をこんな感じで色よくね、あんまり揚げすぎるとそれはそれでなんで、あとは余熱でじっくり火を通せば大丈夫です。じゃあこれは順々にこのね、ここに揚げていきます。はい、はい、じゃあ揚げていきますね。はい、これでね少しだけ寝かしといて、少しだけ寝かしましょう。1分ぐらいです。1分ぐらいここに置いてちょっと寝かせると油も切れますし、中にじゅんわりとですね、このお肉に火が通ってきます。はい、これベビーリーフ今日ね買ってきましたんで、おお完璧どうですか皆さん、この断面を。うわ、拙者テンションが上がってしまったでござる。うわ、やば、完璧やん、完の敵じゃん。あら、あらあらあら、かわいいじゃない。あらあらあら、最高に美味しそうにできました。鶏ささみで作るバターカツ、完成でございます。それでは、いただきます。いただきます。これビールだろ。それでは、いただきます。どう、どうこのバター、もう手づかみでいっちゃう。んー、やべえ、うまいんだけど。なんだこれ、ちょっとレモン垂らしいですか。やばいうまい。これ中に仕込んだガーリックバターがね、噛むたびにジュワってくるんですよ。ささみに合いますね。みんなね、チーズよりバター挟んだ方がいいと思う。めちゃくちゃうまい。ちょっと待って、あといけんじゃね。これやばい、めちゃくちゃうまいと。強めに振った瞬間ちょうどいい。これはもうね、全集合。乾杯。乾杯。乾杯。うまい。すげえ。何も好きな人の味っかりしてる。これはうまい。100人中95人がうまいと思う。コロッケ屋とかにあったらバカ売れすると思いますね。
コンビニに置いてほしいんだよ。めちゃくちゃうまいこれ。ちょっと手間はかかるけど、ただ材料シンプルだから、うん、なるほどね、よろしくお願いします。これニンニク剥くとね、手にニンニクの匂いがつくんですよ。ニンニクの匂い、すっごくスパイシーな、この匂いを嗅ぎながらハイボール。皆さん、料理いやいややってませんか、ね、楽しんでやりましょう。僕はいつも楽しんでます。